終点、土浦市山都町茨城県道275号、土浦停車場線は、茨城県土浦市内を通る県道で、東日本旅客鉄道上磐線土浦駅と接続するための道路である。JR 上磐線土浦駅西口と国道125号を結ぶ延長170メートルの停車場連絡道路。土浦駅西口ロータリーに接し、 駅前の複合商業施設うららの北面に隣接する2車線の道路で幅広い歩道が特徴である。1959年10月14日、新たな県道として土浦市大和町の土浦停車場を起点とし、二級国道沢荒熊谷線交点を終点とする区間を本路線とする県道土浦停車場線として茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号275となり、現在に至る。福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法、郊外10月14日よりハット ABCDE、茨城県道路現況長所平成26年4月1日現在 つい県法第779号対象9年4月1日ついばら県国時代147号より県道路線認定茨城県法5号外10月14日より県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号3月30日より電線共同工を整備すべき道路の指定茨城県法第843号 ピアニッシモ、8から9、ありがとうございます。